マジで天才なんですけど、普通にディスコのアカウント2つ使ってうめえことやってるわ。この声聞こえてるかな、このスマホに話しかけた声が僕のパソコンのディスコード上で生まれて、それを皆さんに OBS に届いてる。ぶっちゃけ何を買えばいいのか分からない。マジで股間かいいんだけど、ちょっと前通ってる人全然気づかなくて、股間かいんだけどって一人で言ってるとこ、そのもろに聞かれてクソ恥ずかしかった。想像してみてくれ、マジで。雨の日の夜に傘差して一人で股間かいんだけどってスマホに独り言言ってさ、傘地べたに置いて股間かいてるやつが来たら、あっちも相当なかったから僕もめっちゃ恥ずかしかったから。一旦じゃあミュートにしようかな。もうコンビニ着くわ。恥ずかしかったんだけど聞こえてる今。僕なんと身分証のページ求められなくてそのまま普通に変えたわ。20歳以上ですか、あのモニターポチッてやってて、それだけで変えたわ。あとこの風格でやっぱ分かっちまうんだよな、身分証明書なんてなくて。あの、マイナンバーアカウント出す気満々だったんだけどな。ちなみに、まぁ、ちょっとネタバレすると、あの、カイジが飲んでそうなやつと、でもあれカイジ飲んでなさそうだな。カイジ飲んでそうなやつあったんだけど、本当は。ちょっとチキって違うのにしました。なんかさ、こいつ明らかに20年成り立ての小僧のくせに、ね、これ飲むのかよって思われそうなパッケージというか見た目だったからやめた。あの銀色のこいつちょっと生きてんなって思われるかなと思って、なんか札幌一番絞りみたいな、あのキリンみたいな、あの動物が跳ねてる銀色のやつでした。ちょっと生きてるかなと思われそうで、ちょいと本当に、2本買って、トンズラしてきました、すぐに。まずはこちら。エディバンシブルレイヤーな。なんかこれね、この、虎みてえなやつ、これなんだかわかんないけど、この、動物がいいわ。ということで買いました。それで2本目は、逃げのコーラ。これさ、一緒のやつじゃね？これ一緒のやつ買っちまったわ。何にも意味ねえや、これ。せっかく買いに行ったのに。どっちも一緒じゃねえかよ。まあいいか。だけなんですよ。全部一緒だから。わしに言わせれば。あ。まあ、ノイズキャンセルで全然いい音になってねえわ。僕、耳で聞いた後めっちゃいい音だったよ。シュコッ、パコンって。ちょっと、キャンセルされてたな、これによって。こうやってさ、めちゃめちゃに、氷入れちゃってんだけど、いいのかな？まあいいか。マジで、ついちゃうぞ。ちょっと音を楽しんで。多分、キャンセルされるけど。うわ。うーわ、なんかあんま美味しくなさそう。氷トロールなの。まあ入れちまったもん、もう泡がもう、多分こんぐらいまである、持った感じで。じゃあいただきます。
うわ。くさ。飲みたくねえや、もうこれ、普通に。全部捨てようかな。やばい、もう、マジで言ってんのか。泡がちょっと熱すぎて全然達しねえ、液体まで。ちょっと噛んで一口言っていいか、慣れるために。ちょっとおい、せかさんでくれよ、マジで。一気にとかさ。ちょっと待ってくれよ。あ、ごくっていかないとダメなんだ。ちょっと、ほんとにじゃあ、いきますよ。ガチ。美味しくもまずくもない。まあでも、強いて言うなら、まずいです。嘘だろ、おい、これ。世の大人たちこれのために仕事頑張ってんの。そして金曜日の夜これをうめえうめえって言って飲んで、バカか。普通にコーラ買ってくればよかった。うわ、まっつ。うわ、やばい、まっつ。え、ガチ？これまずいわ、普通に。じゃあちょっと、うわ、まずい。うわ、まずい。うわ、もう終わったわ、これ。これ終わったわ、まずいし。最初多分初日飲みまくると気持ち悪くなるし、本当に最悪や。もう、バカじゃないの。酒飲んでるやつは全員。あ、この緑茶めちゃめちゃ美味しいわ。マジで。もうこれさ、途中から来た人騙すためにさ、これ酒でこの色ってありえねえ。なんかこれを酒って演技してさ、ちまちま飲んでさ、騙してよ、マジで。うわ。うわ。こんな美味しいって言って飲んでんの、みんな。じゃあちょっと、いただきますわ。うわ、美味しくもまずくもねえわ。こんなのが美味しいって言ってみんな飲んでるの。でも体は正直やちょっと美味しいから美味しいからさっきより明らかに進みがいいんだけど。あ、一番美味しい緑茶が。世界で一番美味しい緑茶が。え、ST さん200円。ありがとうございます。うわ、そっか。一本だけ卵吸ってみてくれ。ダーティーなお目が見て。あ、そう、卵か、あります？ちょっと待ってください。うつねえ。嘘ついてねえから、僕、シガレットだから、ちゃんと。ほらね。何にも嘘ついてない。シガレットだから、これ。これちょっと中身入ってねえけどさ、これすごい。悪いやつだ、これ。こうかな。これで。で、これでしょ。どうやって落としてんだ、あいつら。
れすげえ絵になるんだね。どれが一番絵になるかな。こうだな。ちょっとラベルをこうしながら。持ち方めっちゃ変だけど。これでいや、どうやが、俺本当は嘘みたいに聞かれるけど、本当に言ってたんやね。僕らあそこ座って3人並んでさ、やってたんよ、本当は。ただタイミングが悪かったわ。いや、酔ってないっす。本当に酔ってないっす。けど、多分1ミリも説得力ねえよな。こういう時どうやって潔白を証明すればいいんだ。あ、待って。射撃で、えげつない。ああ、どうしようかな。ちょっとエイムブースターで分からせろ。わしが今酔ってね、完全にシラスだよっていうことを分からせろ。マジで見とけよ、ほんと。世界記録出すからな、今から。ガチで酔ってねえから、マジで見とけ。No! おい。超えてみろよ、誰か、おい。多分、うめえ人いたらちょっと簡単に超えられちゃうけど、これで証明できたかな。おい、動画流してるだけだ。おい、出た、これさ、あれだよな。僕結構チートとかズル疑われてる人見ると、ああ、疑われてるってことは、はあ、どうせまた、こいつ来る、疑われてるってことはどうせあれなんだろうって思ってて、見てたけど初めて分かったわ。潔白なのに疑われる側の辛さ。こんなに辛いんですね。マジで、本当にやってんのに、ズルしてんだろうとか言いがかりつけられるの。まあ言いがかりつけられるのはしょうがねえよ。だってどうせズルしてんだろうと思ったけど、初めて分かったわ。潔白の証明の難しさ。マジで手元じゃ映すはもう完全に勝ち切れたからさ。あ、ちょっと待った。ちょっと待ったな。ガチでも頭きたわ、マジで。いや、でも、こうやってさ、次さ、手元映しても意味ねえ、なんだっけ。デスクトップも映せ、みたいなさ。手元も黒とか、手元も録画とかさ、なんだっけ、大体、みんなが開いてるこう手元映して、プレイ映して、すぐデスクトップパッて戻って、こういうファイルが起動してます、みたいな、映るやつ。よし。マジで見とけ。これね、ちなみにね、このカーソルの動き、普通のエイム練習ゲームと比べてクソガバガバだからね、倍むずいです、普通に。シューティングゲームとかで狙うやつより。それも考慮してちょっと見ててね、これ感度もね、結構高めで、辛い中、やってるってことをちょっと、分かってな。
No, no. まあ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 、さっきよりちょっと記録悪いけどさ、これで分かっていただけましたか。えいやね。いやいや、もう絶対これ潔白証明できねえや、この感じだと。これ誰のって、おい。てん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 。これね、多分ね、どんだけ映してもね、多分意味ねえんだよ。これも合成だろ、みたいな。いくらでもね、潔白を証明するって、すごい難しいよね。初めてわかった。疑われる側になって。こんだけ難しかったんですね。